こんにちは、ポンポミユーリです。今回は、カバンの中身を紹介してほしいですっていうのをね、結構前からちょいちょいちょいっていう感じでいただいてたので、今回は私のカバンの中身を、ちょっとだけ紹介できればいいなと思っております。では早速行ってみましょう。はい、で私大体2タイプくらい今もカバンをちょっと使い分けてて、なんか遠くに行かない時とか、あとなんだろう、荷物減らしたい時とかは大体これですね。で中身がこんな感じ。でもそんなに入らないので、やっぱ財布とか、この財布はつもり千里の財布ですね。前の動画で紹介してるので、ぜひ気になる方は見てみてください。あとね、ちょっとさっき出かけてきたのでそのまま入ってるんですけども、絶対リップとリップ、リップとリップは入れておきます。薬用リップはね、確実に入れますね。で私今使ってるのがこっちではなくて、ニベアの青い最近出たやつ、あれをずっと入れて使ってます。これはね、結構たまたまそこにあったので入れたんですけども、でこれですね、今日はこれを持ってってました。いつも使ってるレブロンのバームステイン40番。はい、このオレンジカラーがね、私結構好きなので、この2つ、リップとこの色付きを、ちょっと分けて入れてますね。であとは携帯ですね。本当にもう美容院今日行くだけだったので、携帯と財布くらいしか入れてないです。でそもそもそんなこれになんかたくさん入れたらなんかこうパンパンになっちゃうし、荷物が少ない時は大体これを使って出るかなっていう感じです。最後まで見てくれてありがとうございました。また次の動画を見てください。バイバーイ。ティッシュとハンカチ入ってないとこがね。